こんにちは、ここどこ長崎です。今日は一つの奇岩を紹介いたします。面白い岩ですね。不思議な岩といえばリンゴ岩を思い浮かべるかもしれませんが、この辺りにも奇岩があります。ここはどこかと言いますと、画面左端見えるでしょうか。駒がガードレールに乗っていますね。そう、佐世保を走っています。瀬戸越町にあるメガネ岩を今日は撮影します。瀬戸越3丁目にある佐世保工業高校に通っていたのですけれども、近くても行ったことがありませんでした。クラスによっては卒業写真をメガネ岩で撮影していましたね。ここどこ長崎では長崎県内の様々なスポットを紹介していますので、チャンネル登録してご覧いただけますと嬉しく思います。ところで瀬戸越と言っていますが、佐世保の方は瀬戸越と読む方も多いようですね。でも市のウェブサイトによると瀬戸越が正確なようです。さて、この坂をずっと登りますとメガネ岩公園があります。冒頭の話し出したところにも看板がありますが、歩行者用の入り口ですね。間違えないようにしましょう。車で行く際は今通ってきたガソリンスタンドの脇のこの坂を登っていきます。では駐車場に到着いたします。メガネ岩ご覧ください。いかがだったでしょうか。大きな岩でしたね。横20メートル、高さ10メートルとのことです。その大きな岩に2つの穴がぽっかりと開いていました。説明板によると、この穴は海の波で削れたのではないかとのことです。昔は海沿いだったんですね。佐世保といえばリアス式海岸、隆起や沈降により様々な美しい景色が作り出されていますね。さて、今日は佐世保市のメガネ岩をご覧いただきました。評価やコメントをいただけますと嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で。